自分でやつですか。産経新聞の今中と申します。本日はご出演ありがとうございました。長くて申し訳ない。先生、一点お伺いしたいんですが、推薦人の、20人、総裁選出馬には、確保が必要ですけど、はい、その推薦人20人の確保のメドというのは、現状はいかがでしょうか。メドが立ってなければ、こういう会見を開くっていうのは、おかしいんじゃないですか。で、これちょっと赤裸々に言いますとね、まず私が代表の守る会って100人いるんですよね。衆議院55、参議院45。で、さっき冒頭言った通りですね、出馬表明、去年の11月なんですよ。で、したがって推薦になりたいって人は、実はどんどん増えたわけです。それで、この岸田総理の出馬表明があった後ですね、強烈な冷やかしが起きまして、僕はそれを第一波と呼んでるんですよ。第一波が起きて、これ僕はなるべくこういうのもありのままに言いたいので、40人超えてたのがですね、やりたいって人だけですよ。紙に名前書いてもらったわけじゃない。それが何人に減ったかというとですね、和田さん一人になったんです。でも僕はこんな場ですけど、この和田政宗って議員にね、あなた偉いねと、和田さん菅グループですから菅さんのご意向もあるだろうに、よくぞ最後まで残ってんねと。で、そこをてこにしてもう一度増やしていって、壁をクリアしたら第2波が起きた。で、今第3波が起きてるのはですね、一旦約束いただきましたよね。でも全部口頭ですね。もちろん信じますけど、当然僕はさっき言った通り電話一本じゃなくて確認しに行きました。何人も何人も何人も行くわけです。物理的に早朝から深夜までやってもやっぱり15人が限界ですけど、だからこの後は電話使わないといけないかなと思いますが、確認に行くでしょ。確認行ったらですね、これ現実に今起きていることなんですが、青山さんって、青山さん出馬やめたんでしょ、ひどいなと思ったよ、やめたって連絡をくれないと。で、僕はやめてないと。どうしてそう思うんですかって聞いたらね、メディア批判と受け取らないでほしいんですが、テレビ画面見たら6人並んでて、下に5人並んでて、ちょうど右足空いてるから、これもともと青山さんがあったのが、本人が辞めたから消えたんだと。それで、なんと、そこまで見抜いてるのかどうか知りませんが、誘いの電話、あるいは訪問があってですね、もうそっちに返事しちゃったということが起きてるわけですよ。それで、私は9月11日まで、告示の前日まで、こういうことは続くと思います。したがって、目処が立たないでこういう会見開いたりいたしません。しかし、今現在はそうであっても、最後まで、もう一度その第3波にも耐えられるかどうかっていうのは、もう誠意を尽くすだけです。余計なことはしません。ポストで釣ったりですね、ダーティーなことは絶対しませんから、最後まで私は主権者に選ばれた自由民主党の議員を信じるだけです。実感としては、最後にはきちんと、最後、12日の午前10時に出すことができるだろうと、名前を書いていただいてできるだろうと考えています。はい、どうぞ何でも、はい、どうぞ。手上がってます。青山さん偉い偉い、やっぱり自民党だね。いいいいいい、青山さんいいぞいいぞ。